黒は太平洋戦争中に大日本帝国陸軍が計画した空挺戦車である。滑空機としての試作名称は黒く。車両は乗員を2名に減らして軽量なガソリンエンジンに換装するなどして2.9トンまで軽量化した98式系戦車で、これに全幅22メートルの主翼を取り付けた。97式重爆撃機などで栄光し、 目標上空で切り離した後に滑空して着陸、翼を取り外して通常の戦車として運用する。また、離体では摩擦抵抗が多すぎて離陸、着陸速度に達することができず専用のソリを履いて離着陸に臨んだ。武装は原型と同じ100式 37mm 戦車砲を予定していたが火炎放射器への換装も予定されていた。日本陸軍は 以前から滑空機の研究を行っていたが、シナ事変が勃発すると、それを普及のものとして中止していた。しかし、日本陸軍は、欧州戦場における兵員輸送用滑空機の活躍に着目し、滑空機の研究を再開し、兵員輸送用の区一や戦車輸送用の黒区の試作を企業に命じた。黒区は前田貢献工業の提案で、 陸軍と三菱重工業が共同開発にあたったものだった。1943年秋、日本陸軍に初の軍用グライダーによる空挺部隊、滑空浮氷連隊が編成された。従来の空挺部隊が小銃や機関銃、手榴弾のみで武装していたのに対し、本部隊は十一式散法や十四式散法を輸送グライダーである四式特殊輸送機に、 積載することで強力な火力を有することができた。しかし、より強力かつ機動性の高い戦車の搭載は、グライダーをもってしても不可能であった。そこで1944年、航空本部と気候本部第4技術研究所は、98式系戦車をベースにした滑空可能な系戦車の開発に着手した。主翼は、前田貢献工業。 車体は三菱重工業で試作された。しかし、滑空中の操縦が非常に難しく、しかも制空権を喪失した状況下では、栄光機もろとも補足撃墜される可能性が極めて高かった。性能未知数の兵器よりも実用性の高い兵器の開発に傾注すべきとの意見が強く、開発は途中で頓挫した。戦死総書87陸軍航空兵器の開発。 生産、補給278から279ページ、戦死総書87陸軍航空兵器の開発、生産、補給279ページ戦死総書87陸軍航空兵器の開発、生産、補給279ページ。ありがとうございます。